旧広島市民球場から撮影右側の上り坂が校内へのバスアクセス動パス P チャージ機広島バスセンターは広島県広島市中区元町6番27号にあるバスターミナル。広島市などの出資した第三セクターである株式会社広島バスセンターが運営している。広島市中心部の神谷町エリアに位置し広島の郊外路線バス 高速バスの始発着点となっている。バスの行き先表示では、広島センター、またはバスセンター、あるいは単にセンターと省略して書かれることもある。また、国鉄バスの自動車駅としての名称も広島センターとなっていた。建物の名称は広島センタービルになっている。待合所内には、発見窓口や自動券売機、売店などが設置されている。 なお学面性の自動券売機から発見される共通乗車券は発行会社が株式会社広島バスセンターとなっており同バスセンターに発着するほぼすべての自由席製バスで利用できるこれはセンタービルが着工するよりも以前から販売されており各社共通の乗車券は全国的に見ても画期的なことであった特にプリペイドカードのない時代は 放射時間短縮に貢献したと言われる。バスの乗降施設は3階に設置され、祖号広島店側のエスカレーターで乗り場に直結しているほか、アクア広島センター街側のエスカレーターで降り場と直結している。また、建物の東側にバス停直結の入り口、出口が1箇所ずつ設けられている。校内はアルファベットの P を 左右反対にした形をしており、バスは時計回りで走行する。出発ホーム11面、到着ホーム9面、15台分の留置スペースを備える。南西を上谷町交差点に接しているが、バスの出入りはすべて北側の国道54号、県立総合体育館前交差点から南下し、旧広島市民球場横を通って行われる。このため、市内路線の大半と、 八丁堀、広島駅方面に向かう一部の郊外路線は、大回りあるいは渋滞を避けて、広島バスセンターに入らないものもある。1日平均の乗降人数は38,288人。1日の発車本数は約1,600本である。アクはア、広島センター街を呼び、蘇豪広島店本館との合築構造であり、隣接する。 元町クレドとは1階3階6階の連絡通路にて直結している。また地下街の神谷町車両飛び1階連絡通路にて、メルパルク広島と3階連絡通路にてそれぞれ直結している。広島市中心部の神谷町地区周辺ではバス会社ごとにバス停留所を設置していた。広島電鉄など県内のバス会社は、もちろん岩見交通など県外のバス会社も、 独自のバス停留所を設置していたので、5から10カ所程度あったと言われる。また、設置場所もバラバラであった。このように散逸しているバス停を1カ所に整理、統合する目的で、1955年3月10日に、会社設立、同年7月23日落成、同月29日に、日本初の一般バスターミナルとして開業した。開業当初は、 敷地面積5438平方メートル、ターミナルの建物は、軽量鉄骨一部2階建て1900平方メートルで、待合所、食堂、切符売り場などが設けられた。当時は到着ホームが少なく、バスセンターに入るバスの渋滞が著しかった。また設備の割に利用客が多く、特に、広島市民球場でのカープの試合の後は、人が多く、 身動きが取れない状態であった。1964年3月24日に広島中郵便局の臨地の移転により2268平方メートルを取得。取得した土地は到着専用ななバス停と駐車施設の設置に使われた。その時より土地代の負担緩和のために商業施設の建設が模索され始めた。 百貨店の招致に大丸と総号が応じたが、大丸側は、バス施設が当初計画案では1階にあり、百貨店へのアプローチが悪いことで辞退。当初計画案を了承した1969年10月16日に、総合側と出店に関する覚書を締結した。その後、バス施設の位置を1階から3階に変更。1972年4月28日に、 総合側と二度目の覚書を締結した。その中で建物は地下2階、地上10階で、とりあえず地下2階、地上6階を建築すること。バスセンター側の土地の総合側への賃借権の設定。建物に関しては総合の所有。ただし、3階に関しては総合専有部分を除き、広島バスセンターの所有となった。当初の建物計画は、 地下2階地上5階だったが、間もなく6階に変更。1972年10月に、地下3階地上7階で建設されることになった。さらに、1973年3月3日に、現在の地下3階地上10階案に変更。変更理由として、テナント入居希望者が多かったこと、3階に、バスターミナルを設ける、構造上、梁や柱を10階分まで建てる。 必要性があったことでの変更だった。広島センタービル建築に先駆けて、広島西警察署の現在地への移転が決定。警察移転と並行して建築された。1973年3月24日に、現在の広島県庁東館のある地に仮設ターミナルが設けられ、現在の建物ができるまでバス停として使われ、 現在の建物が完成後も一部の敷地が1975年12月25日まで待機場として使われた。1974年10月10日に広島総合・広島センター街と構築した広島センタービルとして完成。バスセンターは3階にも設けられた。乗り場の数は従来のままの10より増加しなかったが、到着ホームの9カ所への増加、発射時に、 バックの必要な構造から変更したことなどによって処理能力は従来の1日3000台から6000台に増加した。1980年3月15日に11番ホームが整備。1988年9月1日に改札が廃止された。2019年10月1日に出発ホームの発車合図等の運用が停止された。 1.25.69番乗り場が高速バス用に当てられており、1番乗り場が県外方面と広島大学方面、2番乗り場が空港リムジンバス、5番乗り場が山陽道方面、6番乗り場が山陽道方面と呉方面、9番乗り場が中国道、山陰方面に振り分けられている。市内近郊路線は概ね4方面に分けられており、 会社を問わず同じ方面のバスが、同一ホーム、または隣接ホームに到着するように振り分けられている。乗り入れる、バス会社バスセンターの西側から北側にかけて、広島市中央公園が広がり、公園内に点在する公共施設が多く存在する。また、以前は、初代の広島市民球場の最寄りバス停でもあった、広島センタービルに関するカテゴリー、ありがとうございます。